どうも、いつも歯を磨いてる時に口の中からよくこぼして服を真っ白にする男です。先日2日間コメントが返信できなくて申し訳ありませんでした。ただそんな中でもたくさんのコメントありがとうございます。しかしですね、僕がコメント返信できないのをいいことに初コメ失礼しますと、そういうコメントがいくつかあったんですよ。なぜだ、なぜだ、なぜなんだ。このくだり前もあったよね。多分そういう日に限ってコメントしてくる方っていうのは、僕がいつもコメント返信してるから大変だろうなと思ってコメント控えてますみたいな。それとも嫌なのか、僕の返信が嫌なのか、僕とのやり取りが嫌なのか。いや申し訳ない、そんなことは思ってないと思うんですけど、せっかく初コメをくれたそこのあなた、今から返信してやるからな。はいどうもピオキングです。今日はトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、イエットシティテイク2カッコトロールということで、説明文にねアイスエアって書いてるんですよ。もしかしたらこのトロールコース、カエルスーツを取って進むようなコースなんじゃないかな。それってあんまり見ないよね。ということで早速やっていきましょう。クリア率は 0.8%。 もしかしたら水中のトロールコースっていう可能性もあるんだけどね。普通に地上だね。しかも開幕なんもない感じか。じゃあここの四角めちゃくちゃ怪しいな。開幕派だー。いや絶対この四角の枠なんかあるよ。なんもないのか、なんか用意しとけよ唇植物が。じゃあここのハテナブロック、いやこっちはなんもないよな。上に行くしかないと思うんだけど、いや届かないよねバネで。ノーボキャー。いやもう分かったよ、ここでボム兵を落としておくじゃん。そしてこのボム兵を持って右側のハテナブロックを壊して進めっていう感じだろうね。さあ行きますか。隠しブロックとかないだろうね、そんな設置。やばいぞこれは。大丈夫か、ここはなんもない感じだね。そう、この唇植物。悔しいよお母さん、たくさんの唇植物が僕を襲ってくるんだ。ここは早く右に行けっていう感じだったね。上か下か。何なんだお前は。じゃあ上行きたいと思います。上が正解なんじゃないか。右下は、あっつ、これは、じゃあここは右下の土管に早く進めっていう感じだね。さあ行きますか、次はどんな感じなんだろう。うわ絶対この砲台移動するよ。移動するっていうかぶっ壊れたじゃねえか。これは何、コインがもう積んでないよ。数々の一発マリオ落ちてきた僕、コインくらい渡ってみせましょう。シュッきた。この上は何、よしよし、このカエルスーツを取って右に進めないで。このカエルスーツ取っても下から行けんじゃないの。ほらほら行けそうだったでしょこれで。やったきた。ガマ発見しました。でここで上から行こうか、上から行って上は何もないのか。じゃあこのまま右に行くしかないよね。なんでー、分かったよ、ここカエルスーツ取ってたら身長が大きくなるからさ、それで針に当たったんじゃないかな。なんで G のまま右に行けば行ける。マグマの中にさ足場があるみたいな、そんな感じなんじゃないかな。なんで一旦ここの棒を脱ぎ捨ててここで降りる、そしたら足場、ナイス。さあここのリフト、一旦降りてすぐ上に逃げる、これが正解なんじゃない。はあ。もうカエルスーツよくない。めんどくさくなってきて上がるの。じゃあここでしゃがむ、また熱っ。ここ下じゃないのかな。一旦さこの砲台の上に乗って行ってみる。あ、ここでツタが出てくるのね、なるほど。さあここでキノコは取ってもさ、もうカエルスーツだから意味ないんだよね。もうそれ以上にパワーアップ。それじゃあ次はこのドアに入って何もしない、何もしなかったらブロックが押し上げてくれるっていう感じでしょ。さあ行きますか。しかもここでデカ状態だからね、これはデカいよ。あの四角信用したいと思います。頼む四角。このままママで行こう、これで合ってる。よし。さあこの右上、あ、ここでどうせカエルくれるんだね。この音符はあれ。いやどうすればいいのこれ。え、どうしようもない感じこれ。あ、ここでバレーが来て上に行けるっていう感じか。上に行っていいのか、一旦下に行ってみる。下は何もないな、これは多分ね上から音符を踏んで何かを出す。なんで何もないのよ。死耐久じゃねえか、この耐久めっちゃ簡単だね。タイミングよく上にジャンプすればいいだけか。ほい、よしよし、あと1回だね。
こんな楽勝でいいんですか。いや、さっきのところいけんくらい亀の甲羅か尻尾マリオがないといけないんだよね。じゃあ右側のドスなんか出してくるんじゃないの。いや、あなたはいらないんだって。じゃあ右のドス、こっちは何。なるほど、葉っぱ、これで先に滑るっていう感じなんだね。そしてここカエルが出てきたよね。トライオンにしよう。ナイス。で、このバネを持って上に行って、ここのブロックを壊して先に滑るっていう感じ。オープンで、もうびっくりした。ここどっちかブラパなんじゃないか。頼む、合ってて。これは、いや、これ熱いんじゃない。どうなる。なんかオフが変わった音聞こえたけど、あ、これで合ってたんじゃないの。そして右に進めば、いや、熱々熱い。うわ、左は、なるほど、ヒントっぽいね。っていうことはこっちで合ってるよ。そして上か下か、下に行こっか。このままあのドアに入ります。いや、どうしよう。このバネ持っていこうか。このバネ持って扉に入っていく、これが正解でしょ。熱々熱い。で、ここでビヨーンでしょ。あー、届かない。じゃあ次はちゃんと上に届かせるように右側で置いておいて、こっから右ダッシュのジャンプだね。さあ、この砲台動かないよな、頼む。早く行けっていう感じだと思うよ。なんで早く。もう見えました、右に足場があったってこと。なんで最初の砲台乗ってすぐ右にジャンプ、これでいけるっていう感じだよね。さあ、ここら辺で怪しい。キックアップか。じゃあこのまま右に進めっていう感じだね。さあ、このドカーに入っていいんでしょうか。壊されてる、大丈夫、何もしないで。うますぎ。このまま右に行ったら先に進めるんじゃないのかな。オッケー。いや、みんな気になるところ、右上のドカンでしょ。ここ G 耐久ありそうじゃない。頼む、あって。なんで入れないの。用意しとけ。じゃあここはさ、カロンの甲羅入って右に行ったらすぐ左に逃げる、それって先に進めるっていうか。入って書いてるぞ。大丈夫か、邪魔くせえな。はだじゃあ、あのブラッパが出てくるより前にさ、ジャンプして上に行けっていう感じかな。一旦それ、いけるのか。これで上で合ってて、ナイス、合ってるっぽいよ。さあ、進んでいきますか。二つ目のチェックポイントはまだか。チェックポイントゼロ、チェックポイント2もないじゃねえか。チェックポイント2、頼む、ゼロとかないよね。熱々熱い、やった。ただ上に JK って書いてると、左、これは何。まあまあ、チェックポイントゼロって書いてたけど、絶対こっちで合ってるよね。そんで、この宛名は何。ヒューカ。さあ、降りていきましょう。やばいぞ、このカエルは。絶対に取ったらいけないパターンの出方してた。ほら。ここは一旦ちくわのとこ行ったらすぐジャンプしておける。そしてドアに入れっていう感じだね。さあ、これで滑るんですけど、絶対に上勝ちブロックあるよ。走っていくのが正解なのか、引っかかってやるか、しょうがねえから隠しブロックある。違う。いや、まさかピースインチと思わなかったよ。じゃあここですぐジャンプ、それで滑るっていう感じか。ここは降りてっていいのか。何もしないぞ、逃げ。よしよしよし、絶対これで合ってる。さあ、ここはどうすれば。魚。じゃあ次はあの飛び湯を絶対に避けるよ。この辺で避けれるでしょ。さあ、行きますか。待って、スター、もう一回出して。いや、そんなとこでうろうろしないで。頼む、スター取るのが間違いであって。足場あるかな。ないよね、やっぱり。この飛び湯を避けてすぐスターを取る、そして右に進めるっていう感じだと思うんですよ。さあ、行きますか。早く行こうか、スター取ってるからね。さて、ここでカエルスーツ取っていきます。これが正解だろ、スター取ってるからね、大丈夫だよ。クソがよ。どこに連れて行くんだ。なあ、このピンスイッチの先には何がある。ここか。それじゃあ次はこのカエルスーツ取っていかない、それで先に進めると思うんだよね。さあ、こっからなんだよな、問題が。一旦オンオフをして、やでい。じゃあここは一旦オンオフをして、一旦何もしない、そしてまたオンオフ変わって、またオンオフをして。何回オンオフ言うんだ、わけあかんねえよ。もうこのまま行ったけど大丈夫か。あの鍵も怪しすぎたから無視したんだよ。結局ダメじゃねえか。もう分かったよ、ここ一旦何もしないでツタが出てくるのを待っておく。よしよし、で、ね、ここでキノコを取って先に進めるっていうわけだね。
さあここのギフトを取って上を失敗頼む入れさせてどこに入れてんの違うとこに入れてんじゃないよこっち違うんじゃないのあれでもなんかさっきとちょっと違うもしかして死体級ですかここは結局上に行けっていう感じでしょちょっと難しいなカエルになってるからまあまあこれはでも簡単な無理だねいや僕未だに気になることがあってこの鍵取らないでいいのかなねえあの鍵最後に必要になってくるとかそんなんないかなそれだけが心配なんだよねじゃあここは一旦右を進化しておこうかそしてドアに入るうわ下に行けばよかったこっちで合ってるうわどうしようこれはどっちが正解なんだ左下が正解だと思わないけどこっちが正解あーもう無理だってもうてかさここ僕思ったんだよねわざわざメットに乗らなくていいんじゃないのジャンプして回避そしたらさデカ状態のまんま進めるよねこれで合ってんじゃないかなほら多分合ってるよこうしなきゃこのコインがブロックに変わって先に進めなくなると思うでしょさあ行きますかゴールが近いんじゃないからなんて書いてんだこれは読めないアイカンアウトオブレベルこれがゴールなんじゃないんですか頼むなんでなんでよ壊してよこっちが正解みたいないやワンチャンあるまだまだワンチャンあるよなぜなんだよ戻ってきました次で絶対ゴールできるよあのハテナブロック何もしなかったらいいってことでしょそしたらドスが落ちてきてブロック破壊してくれるそういうことだよねきたやったぜどうもありがとうございましたはいそれじゃあ次のコースは一発マリオコース名は読めないんですけど彩る虹の土管っていう意味かなただサムネを見る限りじゃいろんな色の土管が階段上に設置されてあるだけなんですよそれだけなのになんとクリア率 0.48% それじゃあ早速やっていきますかゴール条件はあれゴール条件ないのっていうことはこの土管登ってったら普通にゴールできる感じだよねはっちょいるなるほどね大量の犬が出てくるっていうことかいやこのワンワン出すぎでしょ土管の真横を追っておこうかここに行ったらさ隣のワンワン出てこないから安全じゃないね最初にじゃあ緑の土管に乗って次赤行ってみようか緑の土管行って赤キャーン次は青行ってみようか緑青次でオレンジ行けそうじゃなかった今それじゃあ次は緑の青のオレンジの緑で赤あ、いけそういけそうただ2個目の赤渡る時があるじゃんそこがまだうわむずっけあの狭い隙間をくぐれってことじゃあ2個目の赤いの階があるじゃんあそこは翔ちゃんで登れっていう感じだと思うんですよここうわ絶対登れてた今ただ後ろにチビ犬がいるからさあのチビ犬どっから来てんだろうねわかったよあの赤の土管から出るデカワンワンがあるじゃんあれに跳ね返って登ってきてるっぽいねただそれがわかった時点でどうやって防ぐかなんだよな2匹目か2匹目のワンワンに跳ね返ってどんどん上に上がってってるねあのチビ犬じゃあ最初に青の土管があるじゃんあそこ左側で着地してみるそして出さないようにして上に行く絶対これだよ今2匹目出なかったよねさあこれでいけるんでしょうか緑の青の左側に着地そしてチョン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 めちゃくちゃむずっけーねいやでもタイミングさえつかめばいけるはずなんだよねここの赤の次の青がマジでむずいそんじゃ次は赤の土管に乗った瞬間青の土管に行ってみるねそれでいけないから来たまだ一平いるおじいさん今日は散歩の時間ですよたくさんのワンちゃんがいるからね気をつけていってらっしゃいこのだけにゃーおばあさんやわしには無理じゃこんなたくさんの犬と散歩するなんておばあさん行ってきておくれこのだけにゃいや待ってマジであのオレンジからが相当難しいんだよねオレンジからどう行けばいいんだねこっからなるほどここでタン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 って早く行けば行けるんじゃないのかなさあこれでクリアできるんでしょうか今のを見れば赤のところから早く行けばクリアできるみたいなそんな感じだと思うんですよやったどうもご視聴ありがとうございました
世界一早い犬と散歩する男になってしまったね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。